文久県王施設の代表。左から二人目が竹内康則。左端は松平康秀、右隣から順に京国高明、柴田武中。竹内康則慶応3年2月1日は江戸時代末期の幕臣。官位は下野守、通称聖太郎。父は二百票の旗本、竹内富造。勘定所に出資し、勘定組頭閣を経て、 海営五年環状吟味役、解剖係に就任。海営六年の黒船来航後は、大馬不審係、大砲威立係、大船製造係、米紙応接係を兼任。安政元年、函館奉行就任。幕府の命令に逆らって、アイヌに髪の毛を切ることを免除したことや、領を発展させたことで、アイヌの尊敬の対象となったとも言われる。文久元年。 環状奉行圏外国奉行につき、同年12月に、県央施設として34名を伴い、横浜から出港して、イギリスへ向かう。ロンドンでは、第2回ロンドン万博にも出席した。上位運動に鑑み、江戸、大阪の開始、新潟、兵庫の開港延期の目的で、欧州各国を、訪問、5カ年延期に成功。文久2年5月。 イギリスとの間に、ロンドンを覚書として協定されたのをはじめプロシア、ロシア、フランス、ポルトガルとの間に、同じ協定を結んだ。文久3年、フランス戦で帰国したが、幕府が上位主義の朝廷を誘和しようとしていたため、登用されず、翌年環状奉行を辞任。現時元年五月に、大阪町奉行に推薦されたが着任せず退院し、八月に、 官職の西のマルルス巨となる。慶応元年12月には、横浜製鉄御用引き受け取り扱いとなった。慶応三年に死去。少年は1806年、1810年とする、説もある。フランス人宣教師、メルメカションの、日本のヒエラルヒーに関する研究隊の主役、ブレンダン・デルー、松山大学、言語文化研究第31巻、第2号。 2012年3月1日、ありがとうございます。